絶滅。今日は残業で遅くなりそうだわ。そっか、夕食はどうする？夕食はいらないかな。終わったら課長に飲みにも誘われちゃっててさ。そっか、大変だね。ほんと勘弁してほしいよな。気にせず先に寝てていいからな。分かったよ。じゃあそうさせてもらうね。鍵は持ってるよね？うん、持ってるよ。じゃあ戸締まりをして寝ておくから気をつけて帰ってきてね。おう、俺は外でしっかり稼いでくるから家のことは頼んだぞ、里美。了解、あまり飲みすぎないでね。あ、それと今度話したいことがあるんだけど。話？何？でも LINE で話すようなことじゃないから。なんだよ急に改まって。ともかくまた今度時間作るよ。うん、お願いね。2週間後。今日も遅くなるから先寝といてくれ。今日も飲みに行くの？仕方ないだろ、上司や取引先と飲みに行くのも仕事のうちなんだよ。先週も先々週もほぼ毎晩その調子だけど、早く帰って来られる日はないの？専業主婦のお前に言ってもわからないかもしれないけど、今が大事な時期なんだよ。そっか、大事な時期ね。私も旬に大事な話がしたかったんだけど。だったら先に LINE で言ってくれよ。 LINE か、そうね。それじゃあ言うけど、一度不妊治療を受けようかと考えてるの。え、なんで？なんでって、私ももう来年には30歳になるし、もう私たち結婚して5年目じゃない？なのになかなか子供を授かれないし。ああ、そういうことか。それなら不妊治療なんて受ける必要ないぞ。え？どうしてよ？だって子供ができない要因は俺にあるから。え？どういうこと？結構前に会社の健康診断のついでに検査をしてもらったんだけど、そしたら俺は無精子症だったんだ。何それ？それ分かってたのに言わなかったの？別に聞かれてないし、わざわざ言うことでもないだろ。言うことでしょ。私はそのことでどれだけ悩んでたと思ってるのよ。そういうことならもっと早くに相談してくれればよかっただろ。そもそもそんなに頭を抱えるようなことか。何度も相談しようとしてたけど、シュンが毎回はぐらかして聞いてくれなかったんじゃない？出たよ、俺のせいかよ。てかそんなムキになるなってば。は？大事なことでしょ。大事も何もどうせ子供はできないんだから関係ないだろ。だからなんでそれを言わなかったのよ。今言ったんだからもういいだろ。俺はお前と違って仕事で忙しいんだよ。いい加減にしてくれよな。そんな大事なこと黙ってたなんて。しつこいなぁ。だったらなんだよ。離婚でもするか？どうしてそんな話になるの？別にそんなこと言ってないでしょ。だよな。できないよな。離婚したら里見一人ぼっちになっちゃうもんな。はい？どういう意味？だってそうだろ。一人っ子で両親にも先立たれて、俺以外に家族がいないだろ。しかも俺が食わせてやってるんだ。今の家だって俺の名義なんだぞ。帰れる家もない。俺がいなきゃ稼ぎもない専業主婦が離婚を選択するなんて不可能だよな。何その言い方。だって本当のことだろ。俺もいろいろ目をつぶってやってるんだから、いちいちそんなことでうるさく言うなよ。分かったわよ。驚いて少し感情的になりすぎたみたい。仕事中に邪魔しちゃってごめんね。さらに2週間後。ねえ、今日も仕事遅くなるの？ああそうだな。そんなことでいちいち連絡してくるなよ。なんだよその態度。じゃあこれは何？あなたのスーツの内ポケットに入ってたんだけど。知らない女から、妊娠したから責任取れって手紙。お前勝手に読んだのか？見たけど。でも大事なのはそこじゃないよね。あなた浮気してたのね。はいはい、それで？何開き直ってるのよ。しかも相手を妊娠させたってどういうこと？まさかそんな手紙を信用してるのか？この間言ったろ、俺は無精子症だって。じゃあこの手紙はどういうこと？その手紙の女の腹いせだろ。軽く遊んでやっただけなのにつけ上がって俺に嫌がらせしてくんだよ。ふざけた真似をするなら訴えてやるって言ったらすぐに撤回して泣いて謝ってきたよ。だからその話はもうとっくに解決済み。その手紙も適当に捨てといてくれ。あっそ、つまり浮気自体はしてたってことね。ちょっと遊んでただけなんだから別にいいだろ。いいわけないでしょ。いちいち小さいことで文句ばっか言うなよ。は？小さいこと？それで謝罪もなしですか？たくめんどくせえな。何が言いたいんだ？離婚していいのか？またそれ？そんなに浮気されたのが気に食わないなら別に離婚しても構わないんだぞ。どうせ困るのはお前なんだしな。そうやって離婚をちらつかせて私を脅してるつもり？だからそれ以上歯向かうつもりなら離婚な。離婚したくないんなら女遊びくらい見て見ぬふりしてりゃいいんだよ。俺の金でいい家にも住めて、いい飯食っていい服着れてることを忘れるなよ。分かったらこれ以上文句は言うな。分かりました。じゃあ仕事に戻るわ。離婚しましょう。あ？強がりは良くないぞ。
お前は身寄りも金もないただの専業主婦なんだ。たった一人でこの先生きていけるのか？なるべく波風立てないように心がけてきたけど、浮気されてここまでバカにされたら許せない。へえ、生意気だな。一人になっても平気なんだな。この先あなたみたいな人の妻として恥を晒しながら生きていくのに100倍マシよ。そうか、後悔したって知らないからな。後悔なんかするわけないでしょ。てか早く離婚してくれる？本当なら慰謝料を請求してやりたいとこだけど、慰謝料も財産分与もいらないから1秒でも早く離婚してください。離婚届をテーブルに置いておくから、帰ったら印鑑だけ必ず押しておいてね。そうかそうか、そこまで言うなら離婚してやるよ。ただし財産分与はしっかりしてやるよ。なんで？いらないって言ってるじゃない。俺にもメンツってもんがあるからな。何それ。俺が財産分与もせず離婚したなんて周囲に知れたら男として恥をかくだろ。不倫で離婚ってだけで十分人として恥だと思うけど。不倫は俺がモテる証明でもあるだろ。でも財産分与はしないとただのケチ臭い男になる。そんな理由？悪いかよ。バカじゃないの。まあ哀れな元妻にせめてもの情けさ。そんな腹立たしい言い方しかできないの。とにかく財産分与に同意できないのなら離婚は承諾しない。なんでそうなるのよ。さっきも言った通りだ。まあそっちにとっても悪い条件じゃないはずだ。一応5年間連れ添ってきたんだし、少しは心配してやってるんだよ。同意しないと離婚は成立しないぞ。分かったよ。別にこだわりがあっていらないって言ったわけじゃないし、そこまで言うなら財産分与にも同意します。これで離婚は成立よね。ああそうだな、異論ない。離婚届は今日中に埋めてテーブルの上に置いておくわね。あなたは印鑑をしてくれればそれでいいから。分かったよ。帰ったら判を押しておくから、明日には役所に出してきてくれ。分かりました。翌日。これで晴れて離婚成立よ。あとは財産分与の手続きを済ませれば全て完了だな。それにしても周りに格好がつかないからってわざわざ財産分与したがるなんて、あなたって本当にどうかしてるわね。どうかしてるか。本当にそんな理由で財産分与をしたがる奴がいると思うか。え？どうかしてるのはお前なんだよ。何のことよ。財産分与ってのはお前の財産も共有財産として2人で分けることだよな。そうだけど。つまりお前の両親から相続した預金も俺が半分もらえるってことなんだよ。え？気になってな、お前には内緒で前から調べてたんだよ。ど田舎の地主だってのは聞いてたが、お前の両親は不動産投資にも手を出しているそうだな。しかもど田舎だけじゃなく都内にもいくつかマンションを持ってるらしいじゃないか。もしかして初めからそれが狙いだったの？依頼した調査会社の調べによれば相当な額だったぞ。どうしてそんな大事なことを黙ってたんだよ。あなたみたいな人に教えたらそれを当てにして仕事を辞めたり愛人との住処にされるかもって信用できなかったからね。その通りだよ。よくわかってるじゃないか。やっぱりね、言わなくて正解だったわね。まあもう知ってるし、お前が言わなかったことも全部意味ないんだけどな。慰謝料も請求しない上に財産まで俺に分けてくれるなんて、お前は本当にできた妻だよ。はっ、もう元妻か。それで財産分与をしたいって執拗にこねてたわけね。その通り。女遊びするにも金がいるからな。助かるぜ。おっと、今更撤回なんてできないからな。離婚は成立してるし、財産分与にも承諾しているんだからな。本当にあんたってなんだ、最低とでも言うつもりか。何とでも言え、騙される方が悪いんだからな。本当にあんたってバカだね。は？あんたは正真正銘の大バカよ。何今更強がってんだよ。悔しすぎて狂ったか。あのね、財産分与ってのは個人の財産だけが対象なのよ。分かってるよ。お前が相続してるんだからそれだって対象になるだろうが。残念、なりません。相続財産は夫婦の共有財産じゃないからね。財産分与の対象外なのよ。は？そんなの聞いてないぞ。そうね、別に聞かれてないし、わざわざ言うことでもないでしょ。っていうか全部一人で勝手に勘違いしてただけじゃん。なんでそんな大事なこと黙ってんだよ。そんな向きにならないでよ。そんな大事なこと黙ってるなんておかしいだろ。大事かどうかは置いといて、どうせあんたには渡らないものなんだから関係ないでしょ。だからなんでそれをもっと早く言わねえんだよ。今言ったんだからもういいでしょ。ふざけんなよ。いいわけねえだろ。何よしつこいわね。文句があるなら離婚する。あ、もう私たち離婚してるんだったわね。最初からそれが狙いだったのかよ。いやー、お金はいらないって言ったのに自分の財産の半分を私にくれるなんて、最後の最後にできた夫になってくれたのね。あ、元夫だったわね。黙れ。あ、それと今住んでる家ももともと父の物件なのよ。つまり今は私の物件ってことね。だから明日中には荷物をまとめて出て行ってください。は？契約名義は俺のはずだろ。契約名義はね、これはオーナーからの退去命令よ。
こんな離婚は無効だ。自分で言ったのよ。もう離婚も財産分与も成立してるから今更取り消せないって。くそ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 、本当に最低な女だな。なんとでも言いなさいよ。騙される方が悪いんでしょ。まあ私は騙したつもりはないけどね。それじゃあせっかく臨時収入が入ったことだし、私はゆっくり旅行でもしてくるわね。後日談。私は彼の貯金の半分の150万円ほどをもらい、1ヶ月ほど旅行で羽を伸ばしてから都内に所有している別のマンションに引っ越しました。そもそも両親が残してくれた遺産のおかげで毎月家賃収入も数百万円単位で入ってくるし、お金には困っていなかったので彼の貯金まで奪うつもりはありませんでしたが、あそこまでされるとさすがに気が変わりました。彼は財産の2分の1と、もともと父が格安で住まわせてくれていた高級マンションを失った挙句、狙っていた私の遺産ももらえなかったことが相当悔しかったのか、社内で愚痴りまくって不倫での離婚のことまで周囲に広まり、地方に左遷されたそうな。左遷先の企業でもあの傲慢な性格ですから、うまく馴染めず1年後には消えるように退社。今はどこで何をしてるのかも知りません。ここまで自分の発言に苦しめられる人も珍しいですよね。私はというと、不動産オーナーが集まる懇親会の席で素敵な人と巡り合い、去年再婚。そして念願の子宝にも恵まれ、来月私はママになります。今回のお話はいかがでしたか？楽しんでいただけた人はグッドボタンで応援してね。チャンネル登録をして次回の LINE チューブもお楽しみに。